どうも、秘密結社フィガモ創生ハッチーでございます。今回はひらめきを罠ってことでね、京都記念、いや超阪神適正の血統をね、見つけてあります。ネット競馬想定9番人気里のルークス、この馬がね、ちょっと去年はね、振るいませんでした。まあ、コバとのレースということで言うと、そういう意味では結果が出せていないんですけれども、まあ3ヶ月の休養明け、これもね、はなかなかいい傾向だと、いいローテーションだと思うんですけれども、この馬のね、馬柱を見ていくと、最後に勝ったのが、まあ、3歳オープンスミレステークス、阪神の芝2200で毎年行われるオープン特別ですね。アドマイアジャスタに勝ったと。アドマイアジャスタもね、コバ重賞勝ちましたからね、まあ、そういう意味ではスミレステークスもこの世代はレベルが低いレースではなかったと思います。まあ、この馬自身もね、菊花賞の2着馬ですから、まあ、自力はあるはずなんですよね。まあ、そしてですね、この血統を見ていくとですね、この馬の前子お姉さんがですね、ローズステークスを勝ってます。阪神の芝 1800m、まあ、そこまでね、見てみるとお姉さんも阪神で重賞を勝っている、この馬もこのコースでオープン勝っていると、阪神でこそっていう血統なんですね。まあ、姉タッチングスピーチはその後ね、一つもレース勝つことなく終わりましたし、里のルークスもこの阪神で勝った後なかなか勝てていない。まあ、でもね、また阪神ということで、そろそろ穴を開けるタイミングじゃないかなと。まあ、ただね、気になるのは最近池江厩舎のね、調子が悪すぎる。調子が悪いどころか、多分ね、もうノーザンファームのクラブ系のね、馬はなかなかいい馬が回ってこなくまでなってしまっているという中で、もうなんとかね、ここで巻き返してほしいなと。まあ、ディープインパクト、ステイゴールド、オルフェーブル、その他ね、もう今の日本のね、競馬をこう支えるようなね、血統全部こう池江厩舎、まあお父さんの代からですね、まあでも調教助手として番頭として支えてきたのが、ね、安俊さん、池江安俊さんだったから、まあそんなわけでね、まあなかなか最近結果を出してないからこそ穴なんですけれども、阪神芝2200の実績がある馬ということで狙ってみたいと思っております。以上ハッチーでした。